あれ？何も売ってない。マスク売り切れだね。あれ？ティッシュも売り切れだ。トイレットペーパーもないぞ。なんで？なんでだろう。なんかイライラする。お金はこんなにあるんだけどな、買えないのかよ。おい、おめえらよ、なんで売り切れてるんだよ。トイレットペーパー買ったの誰だ？ティッシュ買ったの誰だ？なんでマスクじゃないんだ？俺だってが欲しいんだよ。ひれよな、ただ通気性が悪いからいいと思ってんじゃねえぞ、この野郎。マスクは大事なんだ、欲しいんだよ。おい、買い占めたやつ誰だよ。何転売してるんだよ、俺にも買わせろ。一人一個だろ、普通。こないだドラッグストア行ったら何にもなかったぞ。何も買えなかったぞ、店員さん笑ってたぞ、俺のこと見て。ふざけんじゃねえよ、この野郎。俺ボムだ、ボケなさい、ババババババ。もう怒った。腹いせに、家から出ないようにしようかな。もう家から出ないわ。マスクないから家から出ない。うん、電車とかも乗らない。もう何もしないから。もう家で引きこもってアニメ見てまーす。もう皆さんやられてください。ごめんなさい、さよならでーす。バイバーイ。ひれお、ひれお、どうして怒る？マスク、ティッシュ、トイレットペーパー、どの店